どうも、山本明です。今回の動画はですね、先日、ポートレートムービーのね、撮影をしてきまして、ちょっとね、そのお話をね、していきたいと思います。で、まずですね、もう本当にね、とってもいい天気でですね、本当雲一つない天気ということで、もう逆にちょっとね明るすぎるなというぐらいの状況だったんですよね。今撮っているねニコンの Z6、こちらと 24mmF1.8 のレンズを使って、主にね撮影していったんですけど、ちょっとその F1.8 開放でね撮りたかったんですが、私の持っているND フィルター、可変のね、ND フィルターでは、ちょっとね、厳しくって、私が持っている可変 ND フィルターは、ND2 から32になるのかな。はい。ということでで言うと、ちょっとやっぱり ND32 ではですね、足りないんですよね。なので、やっぱり、もう少し暗めの、ND フィルターを持っておく必要があるなというふうに思いました。撮影のね、F 値の設定っていうのは、一番明るいところで F3.8 とか6とか、はい。そのあたりでね、設定していたんですけど、それでいくとね、ズームレンズとあまり大差ないなっていうところではあるんですけど、やっぱり、ちょっとね、日陰に入ったりとかすると、そこそこね、F1.8 に限りなく近い数値で、撮ることができるので、そのあたりはかなりね、そのボケミを出すことができていたので、それはね、それで良かったかなというふうに思います。でも、その F3.8 とか 3.6 とかで撮ったとしても、かなりね、綺麗なボケミが出ていたので、それでいけば、特に映像的にはね、問題ないかなっていうのもありますし、ボケればいいっていうものでもね、ないので、それでいけば、結構いい感じでね、撮ることができました。はい。一応ね、開放で撮りたいなっていう思いはあったんですけど、そこは次回にね、準備しておきたいなというふうに思っています。はい。で、あとですね、今回そのお伝えしたい部分で言うと、ニコン Z6 と、こちらのね、はい、こちらの、モザエアクロス2ですね。このね、どうも組み合わせがかなりいいんじゃないかなというところで、特にその、ニコンのね、Z シリーズに言えることなんですけど、そのニコンの、この Z シリーズの手ブレ補正具合がですね、かなりその、いいとこ悪いところ確かにあるんですよ。はい。で、それで行くと、結構その、歩く上下運動ですね。それっていうのは、結構ね、その手ブレ補正で吸収してくれる感じがあります。はい。例えばね、こんな映像とかそうなんですけど、どうですかね、めちゃくちゃ安定していますよね。もう撮っていて結構ラフに撮ってもですね、あまりその変なね揺れ方はしないんですよ。で、よくその言われているのが、両手でねしっかり持ってっていうことを言われるんですけど、逆にね、私はこう撮影していく中でで言うと、両手じゃない方がいいのかなというふうに思いました。またね、そのあたりは検証してお伝えしたいとは思うんですけど、特に、これはね、やっぱジンバルとカメラの組み合わせによって、そういうね、症状が出てくるのかなというのがあるので、本当にいろんなカメラ、ジンバル使ってきましたけど、結構高いレベルでの、この組み合わせじゃないかなというふうに思います。はい。で、
Z6 とですね Z50 のやっぱり手ブレ補正具合っていうのはボディ内とレンズで違うんですけど、まあ聞く感じはほぼほぼ似たりよったりだと思います。まあそれでいけば弱い部分もねやっぱり同じだなっていう印象があるんで、特にそのパンした時ですね、結構ゆっくりめのパンをした時っていうのがやっぱりねどうしてもそのニコンのね手ブレ補正が強めだと思うので、それでいくとやっぱりこう戻ろうとするね動きがちょこちょこあるんですよ。まあ、そのあたりが気になるのは気になるんですけど、ただそういう上下運動の部分は強かったりだとか、結構速い動きに対しても、まあ、かなりね安定しているので、まあ、そこの部分はプラスマイナスゼロと言いますか、まあ、そういったところはね気に入っているところですね。はい。で、まあ、私がこうこれまで、まあ、ソニーのねカメラを使ってきたところで言うと、やっぱり結構ね微振動は拾っていたんですよね。まあその部分はまあほぼほぼニコン Z シリーズに関してはないかと思います。まあそれだけ手ブレ補正が強くて吸収してくれるっていうところになりますね。はい。でまあポートレートムービーね、まあ、撮っていく中で、まあ、本当にその明るさの問題とかはあったんですけど、まあやっぱり気持ちいいぐらいもう快晴で過ごしやすくて、まあやっぱりこう撮影していると結構ね暑くなってくるんで汗ばむぐらいだったんですけど、でまあ10時から始めてですね、まあちょっとゆっくりめに撮影をしていきながら、流れで言うと中之島公園だとか、中央公会堂で、そしてその後に渡辺橋、コンラッドホテルですね、コンラッド大阪に、まあ、行きまして、撮影をしてきました。はい。でまあやっぱりですね、コンラッド大阪ねいいですよね。やっぱり高い建物が2本横並びに立っていて、でそのね撮影もとてもいい感じでね安定した映像が撮れてましたし、でやっぱり中もゴージャスでおしゃれなので、そのあたりもね今回ね撮らせていただいたお客さんの撮影動画もですね、とてもね映える動画になったんじゃないかなというふうに思いました。で特にねコンラッドホテルの中の螺旋階段といいますか、はい、階段もね象徴的な部分もありますし、で結構その全面ガラス張りみたいな部分もあるんで、そのあたりもですね、まあ全面ガラス張りが厚いんですけど、まあでもやっぱり映える場所だなというふうに思いました。まあ今回のねその選択っていうのは、場所の選択っていうのは良かったなというふうに思いました。はい。というところでね、まあいろいろとこうお見せしたい部分もあるんですけど、まあ最終確認がまだ取れてない状況なので、お伝えできるようになりましたらリンクだとか、まあそういったところも概要欄にね貼り付けて、また皆さんに見ていただけたらなというふうに思います。ざっとそんなところですかね。うん。はい。でね、今回ね、GoPro はね、撮ってはいたんですけど、あまりこう、撮ってた意味がなかったかなっていう部分と、まあ、結構やっぱり撮影に集中していて、GoPro まで気が回らなかったというところもあるんで、まあそこはね、まあ一旦没にしようかなというところですね。このお話の中でね、出していくかもしれないんですけど、はい。まあ、またちょっとこう、使い道を考えながら、まあ、GoPro は GoPro だけで、まあ、ちょっと Vlog を撮ったりとかですね、まあ、していきたいなというふうに思っています。はい。あとですね、ちょっとね、情報だけお届けしたいなっていうところで、昨日ぐらいからかな、おそらく12からかと思うんですけど、まあ、DJI さんのね、スプリングフェアが
あるということでですね、主にというか、今その欠品しているような商品っていうのはまあ対象外ですけど、まあ特にあのマビックミニですねはあの対象外ですけど、スプリングフェアに入っているカメラ機材関係っていうのはですね、まずオズモポケット、オズモアクション、オズモモバイル3ですね、はい、まあ、このあたりも入ってますし、ローニン S とかね、まあ、そういったジンバルも、まあ、入っているんですよ。でかなりあの通常よりもね安く買える状況になっているんで、まあ、そこはですねあのおすすめしたいところだなというふうに思いました。でね、 GoPro も買ったんですけど、ちょっとオズモアクションも良かったんちゃうかなみたいなねところもあって、値段的にもやっぱり今ねオズモアクションが36,000、まあ大体37,000ぐらいですかねになっているんで、まあそれでいくと結構買いじゃないかなというふうに思います。同じくオズモポケットも全く同じ値段でね販売されているんで、まあこの2つはね結構いいかなというところですね。まああと私も持ってますけど、オズモモバイル3もですねかなりあの安くなってるんで、まあもう本当今が買いかなというところですね。まあなかなか、まあやっぱりこのコロナの影響で入りが悪いかもしれないんですけど、まあ早めに今安く買える状況なので、あの購入されてはどうかなというふうに思います。まああとは特にねニコン、あとソニーに関して、まあ、20mm のね F1.8 というレンズを出してきているんで、まあ、ソニーさんはねもう発売されましたけど、まあ、ニコンもその24日、まあそのあたりでね、発売されるので、まあ、ここもちょっと見ていきたいなっていう部分と、まあ、もうねソニーの 20mmF1.8 に関しては動画がねいろいろとアップされていると思うので、まあ私もちょっと買わないとは思いますけど、ちょっとでも 20mm をね使ってみたいなっていう思いはあるんで、まあ、ちょっとねニコンさんでお借りしようかなっていうのも思っています。でニコンのね、20mmF1.8 っていうのはまあカタログ上は星のね写真があるんで、まあ成形写真用なのかなっていうのもねちょっと思うんですけど、まあこういったね、Vlog 撮影のシーンでもかなりね活躍してくれるんじゃないかなっていうところで、まあこの 24mmF1.8 っていうのが結構こう手を伸ばしたら届くぐらいのまあところなんですよ。でさらにね寄れるっていうところもあるんで、カメラがね寄せられるっていうところもあるんで、まあそれはそれでねメリットがありますし、まああとはその結構その自撮りね、外での自撮りシーン、手で持って自撮りする場合っていうのはかなりね広角で撮れるっていう部分もあるし、まあ、複数の人と一緒に撮るっていうところも、まあ、かなり使えるんじゃないかなというふうに思っています。まあちょっと発売したあとすぐぐらいにちょっとお借りする時間が取れればちょっとね使ってみたいなというふうに思っています。ということでですね、今回はポートレートムービーのねお話と特にね、ニコン Z6 とこのねモザエアクロス2の、まあ、相性がいいなっていうお話と、まあ、またねこの辺りはしっかり検証させてもらいますけど、はい、まあ印象としてはとてもね相性がいいなっていうところがあるので、まあ、それのご紹介と DJI のスプリングキャンペーンのお話、あとなんだっけ、はい、あとね20mmF1.8 のレンズが、まあ、ソニーさんからと、まあ、ニコンからと、まあ、どんどんねこう登場してくるので、まあ、そのあたり その使い道ですねを、まあ、私なりに考えてみました。はい、ということでですね、まあ、今回は、まあ、そんな感じで終わりたいと思います。今何時？もう今ね1時になりましたけど、ちょっと最終動画のね仕上がりが多少訂正も入れつつですね作っていってるんで、まあ、でもね本当にいい感じで撮れてます。いやーまあ本当ねニコンのボケミ
私はね好きです。はい、ありがとうございます。